どうも、バーチャルフォックスのやたのです。本日紹介するワールドはヤブサメアーチャートレーニング。ヤブサメと呼ばれる武術を体験することのできるワールドです。ワールドに入ると目の前には常に走る馬がいます。その馬の横にはプレイガイドが載っています。ここでやり方をある程度把握しましょう。プレイガイドの近くには練習用の弓と的があります。打ち方は弓を持った方でトリガーを押して矢をつがえ、もう片方の手で引っ張って離すことで打てます。強く引っ張ればまっすぐ飛んでいくので、しっかりと持ってみましょう。連射も一応可能です。でもだいぶシュール。的の方もしっかりと刺さっています。連射しているとすごいことになりますね。他にも設定で馬の大きさを変えることができます。自身の身長に合ったサイズに調整しましょう。肝心のヤブサメですが、馬の近くにある弓をユーズして、馬をユーズすれば乗ることができます。騎乗すると手綱付近に見えないオブジェクトがあり、これをユーズすると馬の前進を行うことができます。挙動は車を運転するのと同じで押し続けると加速するので、十分速くなったら矢を構えましょう。注意点として手綱を握っている状態だと矢をつかめないので、その場合は一旦離す必要があります。的は2つあり、奥の方まで行くと終了となります。戻る場合は近くのスイッチを押すことで戻れます。降りる際は頭部付近をユーズすると降りられます。これをしないと降りられないので注意です。こんな感じで馬をうまく操作して、矢を的に当てるという体験ができるクエスト対応ワールドです。馬はしっかりと操作しないと曲がったりするので、当てるのはなかなか難しいですが、うまく当てることができたら達成感抜群です。何度もトライしてみましょう。他にも客席があったり太鼓を叩いたり、ホラガイを吹いたりと小ネタも充実しています。てな感じでヤブサメが体験できるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。